おはようございます。1月21日朝6時29分の相場解説になります。今日は1時間足だけ見て解説しますね。チャートの動きには上昇っていうのと、あとは下落っていうのとですね、ありますよね。まあ値段が上がったり下がったりするわけですから、その他にもう一つ横ばいってのがあるんですよ。で、今日は横ばいについてちょっとお話ししときます。まずはね、下落なんですけど、こういうふうに下落波動があるよと。それで上昇波動があるよってことはね、皆さんご存知だと思いますけども、じゃあ横ばいって何なのかなってことなんですよ。横ばいは今まさに現実、今起きてますよね。移動平均線見てください。すべてが横に向かってますよね。長期、中期、短期、全部横に向かってます。で、あとローソク足なんですけども、ローソク足もね、こういうふうに大きいやつも、まあたまにあるんですけども、大きめのやつも。どちらかというと、小さいのが、こういうふうに目立ちますよね。で、小さい、このロウソク足の中でも、ヒゲのあるやつと、あとね、ヒゲのないやつとあるわけなんですよ。あと、ヒゲの大きいのと小さいのと。これの違いについてお話しときますと、ヒゲが、大きいやつ、ヒゲが大きくって横ばいの時っていうのはどういうことかっていうと、まだね、振れ幅が大きいんですよ。で、実線がちっちゃいというだけね。それとヒゲがちっちゃい場合、ヒゲがちっちゃい場合、もしくはない場合っていうのは、もうそもそも値動きがそんなにね、ないんですよね。売り買いがそんなに盛んに入ってる状態ではないと。とヒゲの大きいやつっていうのは、ここまで買われてもすぐ瞬間に売られて値段が戻ったよってことなんで、非常にですね、売買が盛んなんですよね。売買が盛んなまんま、釣り合いが取れて横に向かってるっていうのと、売買がそれほどね、なくって横ばいに向かってるというものがあります。両方ともブレイクの寸前であることは間違いないんですね。ブレイクの寸前、こういうふうに上にボーンと行くか、下にドーンと突き抜けるかの差はあるんですけども、どちらかというと、こちらのね、ヒゲの大きい方ってのは、いつでもブレイクする、そういう風なね、まあ、こう予兆をはらんでるわけですよ。じゃあ、ヒゲがちっちゃいやつって何なのってことなんですよ。ヒゲが小さくて、こっちの方ですよ。まあ、ロウソク足もちっちゃいと。これ何なのってことは、その、今ドル円見てますけども、ドル円市場自体に資金が、ちょっと流れてないってことなんですよね。だから、ヒゲすら作らないわけなんですよ。で、これを考えるときに、例えば、ファンダメンタル的な要素があって、ドル円市場にお金が流れてないよ。例えば、ビットコインに行ってるかどうかわかんないですけども、先物に行ってるかどうかわかんないですけども、ユーロに行ってるかもしれませんし、OG ドルに行ってるかもしれませんし、とにかくドル円という組み合わせは、瞬間的に人気がないっていうふうに考えるんですよね。人気がないってことはどういうことかって言ったら、突発的にドーンとね、大きい資金が流れ込んでいく可能性もあるんですよ。例えば、なんかどっかで紛争が起きて、やっぱり円にシフトして、円にドーンとお金が入るみたいなね。そんなことがあった時に円にお金が入ったら、ドルの動きがついてこれなかったら、ブレイクが起きるということになります。ドカーンとね、円の方に偏るってこともあります。で、ドルの方に偏るときも、まあ別の要素で同じなんですよ。まあですので、こういうふうな、ヒゲのちっちゃいのが続いたときって、まあ私はそんなに積極的にやんないですけどもね、ファンダメンタルの要素が入ってくるんではなかろうかっていうふうにして、世界の要人情報とか、時事問題とかっていうのを、ちょっとね、耳を向けていくみたいなことをする人がいるらしいです。私はやらないです。だからこういう現象があるってことを知っているだけでやらないんですよね。ファンダメンタルはね、分かりにくいんですよ。後付けでこれだろうっていうことはありますけども、こういうことが起きるからドルに触れるよ、円に触れるよっていうふうな、そういうふうなね、解説がしにくいんですよね。まあですんで、まあこういうことがあるなとは知ってますけども、ファンダには、まああんまりこだわらないかなってことですよね。で、ちょっといろいろと線が増えましたんで消しますね。で、今日お話したのは、そのロウソク足のヒゲがあるのとヒゲがないのどう違うのっていうお話だったんですね。で、今回はロウソク足の、これ、ここの横ばいが起きてるところですよ、今。横ばいに入ってますよね。ロウソク足の中でもヒゲのない方なんですね、今日は。ヒゲのないような、ない方の横ばいだと思います。
まあ、ですんで、これがね、上昇にしても下降にしてもブレイクが起きるときっていうのは、そんなに急激に起きるというよりも、こういうふうな感じでまた起きてくるんではないだろうかなと思うわけなんですよね。上昇するにしてもこうで、下落するにしてもこういうふうに売った分だけ買い戻されて、売った分だけ買い戻されて、少しずつバランスが壊れてきて、最終的にこう時間をかけて、あ、下がっていってたよねみたいな感じだと思うんですよね、うん、だから大きな、そのなんですかね、ロウソク足がどんどん出てくるってことはまたしばらくないのかなと思います。小さいロウソク足で上下に向かうんで、まあこういう時ってのはそんなにね、まあなんですかね、ロットを大きく張れるようなところではないかなというところで、うん、まあエントリーポイントは見つかりにくいかなと思っております、うん、まあエントリーポイントが見つかるとしたらね、こういうところに触れてどういうふうに反応するかなんですよね。ここのところだけ、注意して見ていきます。そういう解説をすると思います。ここもそうですね、こういうところにこのチャートバーがちょっとゆらゆらしながら来た時に、ここに反応して、いきなり大きく出るとか、いきなり大きく出るとかってことはあると思いますね。今日はそんなところでございます。だからちょっとしばらくね、またね、3つ目の N が出ると思ったんですけど出ない、横ばいになっちゃったんで多分出ないです、うん、今のところ見るだけになります、うん、だから今日はね、見るだけの時、私が見るだけの時っていうのはどういう状況かの、そのうちの一つのことをお話しましたってことですね。では本日は以上です。